新型コロナで海外進出は難しい。それを決めつけるのはまだ早いです。急激な発展を見せるアジア市場の現状は、昨今注目の EC サイトのメリット・デメリットは、具体的にどんな進出方法があるのか、そんな疑問に答え、正しい知識、具体的なアジア進出のメソッドを提供するのがアジア販路拡大支援セミナーです。本セミナーの主催者はアジア地域ナンバーワン規模の日本紹介メディアファンジャパンを運営、株式会社グリッターフレンズ代表野口雄氏、同社副社長、中国の深圳で東京屋という店舗を持ち、日本企業の中国向け輸出をサポートをする高橋かな子、海外進出実績累計35カ国、東南アジア特化型健康食品美容商品の輸出コンサルティング、簡単株式会社の横川俊幸。今回は3社が共同開催したセミナーのご紹介をいたします。野口雄氏と申します。今、コンサルティング会社自社になっております。クリットコンサルティングとグリッターフレンズコンサルティング会社をやっております。よろしくお願いします。やはりもっともっとですね、日本のいい品物を海外で広げたいという思いがあります。それによって、日本のもの、あるいはそれに関連する人たちを元気にしたいという思いがあって、このセミナーを。私はグリッターフレンズの副社長をさせていただいております高橋かな子と申します。よろしくお願いします。中国に販売したくても、どのように販売したらいいのか、どういったルートで販売したらいいのか、いろいろわからないことがあると思われます。でそういったことをクリアにしていただくというか、こんな方法もあるんだな、あんな方法もあるんだなというふうに知っていただいたり、ご理解いただけるような内容になってますので、そのあたりを聞いていただければなと思っております。日本には本当にたくさんいい商品があると思います。日本の市場だけで販売を終わらせるのではなく、中国をはじめ諸国いろんな国に自分たちの作られた商品をですね、販売することをぜひトライしていただきたいなと思っております。その皆様の活動に対してご協力させていただければ幸いです。よろしくお願いします。